はいどうも、かつきです。それでは元気に熊川さんも行ってみよう。ご機嫌いかがいい感じ、お腹がいっぱいコロコロしちゃうな。はい皆様、今年度、年度じゃね、今年初めましてね、噛みすぎだよ冒頭から。今年初の熊川散歩でございます。ボブ散歩じゃなくて熊川散歩から始まりましたね。ボブはね5日に乗るんでね、今年もよろしくお願いします皆さんね。はい、ほんと新年一発目動画今日で あげようかと思ってけど、これ今日日の出っていうか、この太陽を見たのはもう上がっちゃってからだったね。けど昆布膜を寝かしつけたらそのまま寝てしまい、朝起きても年明けてましたっていう話ね。いいねっていうかさ、そこまで寒くないっていう、今年おかしいね。もうね、いつも例年通りだったらあれだね、あのこの朝でこんなに路面が湿ってたら凍ってそうなんだけど、5度以上あるんでね、凍らなかったんですね。あと風があるんでこれ日当たっちゃえばもう乾いちゃってるような感じだけど、あんまこう濡れてんの嫌なんだよね、かぶでも嫌だもんね、汚したくなくて。絶対林道は行かないもん、このバイクではね。今年もかずきちゃんね、ゆるーく楽しくやっていきたいと思うんで、皆様ほんと今年度もよろしくお願いしますね、ほんとね。まあラジオって言うとね、適当に聞いてくれればいいんで。また熊田はおかしな格好してる。下ね、ズボン1枚しか入れないから、このワークマンのジーパンみたいなやつ1枚しか入れないして、この薄手のグローブだから皆さん真似しないでくださいね。しかし森焼きマフラーは最高ですね、飽きませんね。森焼きと吉村を2本持ってればいいんじゃない、いらねえか。かぶってぶん回すからさ、なんかこうバイク乗ってんなーって感じでいいよね。ハーレーでは絶対味わえないんでね。いや濡れてんな、凍結してレベルの技もしてねえな、日陰やしゃあねえね。これ株はとりあえず落ち着いたんだけど、あとこいついじるとしたらないよな、ほとんどな、エンジンいじるしかなくなっちゃうよ。そこまではしないんで、やってくれるとこもないしね、やってくれるたら、あんたやんのかって感じで、やんなくてもいいな、別に。どうせ一人で乗ること多いしね。基本ソロツーライダー。寂しい、寂しいやつってことですよ。だからこれやって一人で乗って慣れてきちゃったらさ、なんか一人で乗ってる方は楽になってきちゃうんだよね。まあ楽しいですけどね、みんなで走るのもね。一人だとこう、あもういいや帰ろうってなるじゃない、好きなできる、だからみんなで走ってそういうわけにはいかないんで、だからまあ帰ろうとはなんないけどね、みんなで走って楽しいからね。今日は栃木県にある高根沢にある安住神社行く人多いだろうね、今日はね。激混みらしいですよ、あの駐車場ねえがな、少ねえから、田んぼ脇の道ずーっと多分車止まってると思うんだよね。行ったら昔な、入んないで違うとこ行っちゃったんだな。懐かしいな。近くまで行って入んなかったからね。今年はもっとクロス株乗りの人とリアルに会って出会いを深めたいものですよね。 JA60 じゃなくてもいい、クロス株乗りの人なら誰でもいい、まあ株乗りの人は誰でもいいですけどね。あと
は少し株女子と知り合いたいな。そんな感じでね、熊株のカスタムはしばらくこのままということで、まあ気が向いたらなんか買うかもしれないけど、まあ少しずつね、慌てずちょっと一気にカスタム欲が出すぎてバーって やっちゃったんで、1年経ったけど感じで、皆様変わらず見ていただけたらいいと思って、まあ、つまらない動画ですが、今後ともよろしくお願い申し上げます。それではね、皆さんね、こんな感じでね、今日はここで締めたいと思います。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。それではワニワニー、またねー。